鶴岡市は山形県の省内地方南部に位置する人口約12万人の都市である。市街地規模は山形市、酒田市に次ぐ県内3位である。2005年の市町村合併により県内人口が第2位となり、市の面積は東北地方で最も広く全国第7位となった。その他にも学校給食発祥の地、 バンジージャンプ発祥の地、サーフィン発祥の地など様々な文化の発祥地として知られる、鶴ヶ岡城周辺の中心市街地は、江戸時代には、鶴岡藩の城下町として栄えた。郊外には、庄内米やダダ茶豆の農地が広がり、では三山神社には、東北地方で唯一、皇族の墓がある。全国有数の稲作地帯でもある、庄内平野の南部に位置し、 西側は日本海に面する。日本海側気候であるが、冬の日照時間が他の日本海側気候の都市に比較しても際立って短い。初夏から梅雨の前半までは好天に恵まれる。年間の降水ピークは11月から12月にかけてといった省内地方に共通する特徴を持つ。冬日の観測は多いものの、 山形市など内陸部で見られるような最低気温が低く、摂氏10度を下回る厳しい冷え込みは少ない。断光期には、フェーン現象の影響などにより、日中に高温を記録することがある。1976年撮影の鶴岡市、中心部周辺の空中写真。城下町の複雑な街路形状が残る。1976年撮影の12枚を、 合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地域及び地域別人口現在の鶴岡市は、平成の大合併の一環として2005年10月1日に新設合併により発足した市であり、1924年に市政施行され2005年に廃止された市とは異なる自治体である。 旧市の概要は、浮きの通り。なお、旧市の市役所本庁は、新市における、市役所本庁となっている。議員定数は28人である。2021年5月20日現在、衆議院議員総選挙における、選挙区は、山形県第3区に属している。なお、かつては、山形県第4区に属していた。鶴岡市に、本店、支店。 出張所等の窓口を置く金融機関一覧は以下の通りである。なお、市の指定金融機関は省内銀行が指定されている。放送中継局郵便局会員郵便局旧鶴岡市において明約されたもの。新市との姉妹都市等は今後改めて検討される。旧羽黒町の姉妹村落には東京都新島村がある。 日本国内日本国外鶴岡駅中心駅は、鶴岡駅である。高速バス一般路線バス主なツアーバス高速道路、有料道路国道主要地方道一般県道道の、駅漁港名称祭事総合公園、体育施設、余華海水浴場羽黒山五重塔黒川の、鶴岡カトリック教会天主堂湯田川温泉、正面湯厚み温泉神仏集合の五重塔文化財、 炭鉱跡秘境離島、三崎。山崎、古承温泉戦闘映画アニメ化政治行政学者、研究改良関係作家、漫画家、評論家芸術家音楽家スポーツ選手、格闘家大相撲、関係芸能関係報道関係省内犯関係、軍事、防衛ビジネス関係。ありがとうございます。